実行委員会で事務局やってます、望月俊彦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、プレコンサートの方を始めていきたいと思います。トップバッターは、和太鼓奏者の、春野智さん、よろしくお願いします。
今演奏いたしました曲は九州の小倉に伝わる小倉祇園太鼓をアレンジしてお届けいたしました。私たち春の友は日本の伝統の曲ですとか、あと新しいちょっと六調の曲ですとか、いろいろと幅広く演奏して人と人をつなぐ太鼓の音というのを目指して演奏活動をさせていただいております。今日は、私たち皆さんここに来てくださっている皆さんと、私たちとで太鼓の音で一緒に楽しく盛り上がっていければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。続きましては、続きまして演奏する曲はですね、サバンナをかけるガゼルという、ちょっと鹿に似た感じの動物と言えばいいですかね、ぴょんぴょんと跳ねるように、サバンナを駆け回っているんですけれども、そのガゼルをイメージした、曲を演奏させていただきます。ではお聴きください。
ルをお聞きいただきました。ありがとうございました。早いもので、次がラストの曲になります。次はですね、体音という曲を演奏いたします。体音というのは体の音と書いて体音です。和太鼓の音というのは、体の芯の方まで響いてくる曲音なんではないかなと思います。それで、ぜひ一緒に盛り上がっていただけたらと思うんですけれども、この曲はですね、途中で、掛け声があります。こちらが速さ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 と言ったら、皆さんさーさーさーと言っていただければ、この場が一つになって盛り上がれれば嬉しいなと思います。では体温お聞きください。
ありがとうございました。はい、お待たせしました。それではカンカラ三線の岡大輔さん、よろしくお願いします。歌う心は風越えて、笑う角には福来たる。カンカラソングで晴れやかに。カンカラ三線演歌士岡大輔と申します。よろしくお願いいたします。私はこちら空き缶で作った、沖縄の叫びカンカラ三線という楽器を使いまして、今はもう誰も歌うことがなくなった明治大正演歌を歌っております。まあ1曲目はですね、演歌はこの歌から始まったと言っても過言ではない、今日の日にぴったりな民権数え歌歌わせていただきます。皆様もお手拍子でお付き合いください。はい、一つとせ人の上には人ぞなき、権利に変わりはないからはこの人じゃもの。二つとせ二つとはない我が命、捨てしも自由のためならばこの糸痩せぬ。三つとせ民権自由の世の中にまだ目の覚めない人がある、この哀れさよ。四つとせ世の明けゆくその速さ、親が子供に教えられこの悲しさよ。五つとせ五つに分かれし五大衆、中にもアジアは半壊かこの悲しさよ。アメリカの独立なしたるむしろばた、この勇ましや。七つとせなぜお前が賢くて、私ら何度はバカである、この分かりゃせぬ。八つとせ刃で人を殺すより政治で殺すが憎らしい、この罪じゃぞえ。九つとせここらでも目を覚まさねば、朝寝はその身のためでない、この大きさんせ。十とせ虎の胃を狩る狐らは、尻尾を見えるを知らないか、この畜生め。終わりとせ他の民権数え歌、大人は唖然とするばかり、この愉快さよ、あのんきだね。民権数え歌でございました。まあ、このカンカラ三線という、ね、あの歴史を、まあ、ご存知の方は多いかと思うんですが、こちらは戦後に沖縄の方たちが米軍の捕虜になってしまい、物資を全て取り上げられたとても辛い時代に、沖縄の方がどんなに苦しい時も辛い時も歌が必要だ、音楽が必要だと言って、まずこの木は米軍のベッドの木、壊して、からくりとネック作りまして、そしてこちら配給用の缶詰の缶、穴を開けて気を通しまして、そしてこちら弦ですね。こちらはですね、なんとパラシュートの紐を使ってたという沖縄の方たちの心の叫びの楽器です。今このね、カンカラ三線という楽器を使って、まあ私は沖縄の民謡は歌ってないんですが、
やはり私が歌いたいのは、この沖縄の叫びを使って歌うのは、やはり日本の叫び、演歌でございます。演歌はですね、演説歌でありまして、心の歌ではなく、庶民の叫び、怒り、これが歌になったものでございます。次の歌はですね、明治時代のああわからないという歌を歌わせていただきたいと思います。しかし、この歌詞、今歌っても全くおかしくない歌でございます。ああわからない。文明開化というけれど、上辺ばかりじゃわからない。ガスや電気は立派でも、蒸気の力は便利でも、メッキ細工か天ぷらか、見かけ倒しの夏卵。人は不景気不景気と泣き言ばっかり繰り返し、年がら年中火の車回してばかりじゃわからない。ああわからない、わからない。賢い人がなんぼでもある世の中に、バカ者が議員になるのがわからない。議員というのは名ばかりで、まぬけでふぬけで腰抜けで、いつもぼんやり椅子の番、人か人形かわからない。あ、これ今週政治家の前で歌ってまいりました。あーわからない、わからない。ほら吹き将軍わからない。東京整備をする前に東北復興しないのか。東京は大丈夫と言ったことが、東北捨てたと言ったことに気づいてないのがわからない。好き勝手やってるこいつらに任せる国民もわからない。ああわからない、わからない。ああわからない、わからない。民主主義とはわからない。すべて秘密で隠されて、強行採決茶番劇、国民の声は無視されて、憲法改正急ぐのか。今の政治家わからない、我らの国がわからない。ああ、わからない、わからない。はい、やはり演歌は怒りであり叫びでございます。本当にですね、こういう社会風刺を歌う人が今いなくなってしまいまして、私は本当にいろんな、集会などで呼ばれるんですが、なぜ私がそういう場に呼ばれるかというと、あまり岡君が政治的ではないのがいいって言われるんですね。見た目も楽器も。ちなみに岡大輔は右翼でもなく左翼でもなく無翼ですと言って歌っております。しかしね、いろんな本当に被災地もずっと回ってですね、いろんな声を聞いて、それをもう全国に届けるのが演歌手の仕事なので、最後にですね、いろんな声を聞いて作りました、大正時代の復興節、これをですね、今の歌詞も含めてですね、歌わせていただきます。最後に復興節お付き合いください。焼けても江戸っ子の息は消えない、見ておくれ。あらま、お山たちまち並んだバラックに、夜は寝ながらお月様眺めて、映像へ映像テイト復興、映像へ映像。
れた子供つけた名前が慎太郎あらまお山新人に新作新子に復興この子が大きくなりゃ自信の話の種ええぞええぞ定位と復興ええぞええぞも三陸のあったかい心は流されずあらまお山聞こえる響くよ笑い声海から山から陸から船からええぞええぞ東北復興ええぞええぞない政治家にカンカラ魂見せてやれあらまお山産後に呪言に破壊する基地などいらない勘弁してくださいええぞええぞ沖縄復興ええぞええぞなんてどこ吹く風と金の亡者にゃ騙されぬあらまお山涼しい顔してほらを吹く戦争大好きアメリカさんはいらないええぞええぞ日本復興ええぞええぞみんなで一緒にええぞええぞ拳を突き上げええぞええぞ日本復興ええぞええぞふこぶしでございました。歌う心は風任せ今も昔も海山越えてちょうど時間となりましたカンカラソングでご機嫌よ。はい、岡さんありがとうございました。それでは次に進めていきたいと思います。プレコンサート最後に飾るのが坂本九さんの娘さんである大島花子さんです。よろしくお願いします。待ってました。花ちゃん天国はない ただ空があるだけ 国境もない ただ地球があるだけ みんながそう思えば簡単なことさ社会主義も資本主義も偉い人
誰かを憎んでも派閥を作っても頭の上にはただ空があるだけ。こんにちは、大島花子です。どうぞよろしくお願いいたします。今イマジンを聴いていただきました。今野清志郎さんの日本語の詩で歌わせていただきました。では、次は私の父の曲、坂本九、私が命をもらった父の曲を歌いたいと思います。上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。涙がこぼれたいように思い夜。
私は今6歳になる男の子を育てています、母であり、そして、歌を届けるということをしています。父を亡くして今年で30年になるんですけれども、やはり父を亡くしたことでなお一層命の大切さ、そして日々ある日常の尊さというものを感じるようになりました。次の曲はあるお母さんと息子の物語です。ここにいらっしゃる皆さん、みんなお母さんから生まれてきたと思います。それは間違いないと思います。皆さんにとってもお母さん、お母さん皆さんの物語でもあると思って聞いていただければと思います。あの子は帰らない、この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴などに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。戻れないならお願い、せめてせめて一言。呼んでください、雪のシベリアは寒いじゃろ、つらかったじゃろうと、命の限り抱きしめてこの肌で温めてやりたい。その日の来るまで死ねはせん、いつまでも待っている。
を待ちて今日もまた怒涛砕くるこの岩壁に立つ母の姿を。ありがとうございます。岩壁の母をお届けしました。この伊勢さんと誠司さんという親子だったそうなんですけれども、ごくごく普通の親子だったんじゃないかなと想像しています。戦争に行った息子を待つ母の気持ちというのは私はもう想像しきれません。お母さんは偉大です。お母さんを悲しませるようなことはしてはならないなというふうに思います。ありがとうございます。では、次の曲も、愛にあふれた命の素晴らしさを歌った美空ひばりさんの曲をお届けしたいと思います。一本の鉛筆。一枚
とうございます。今の歌詞にもありましたけれども、8月6日の朝と書く、私は父を8月に亡くしてますけれども、もし鉛筆で書くとしたら、亡くした前の日8月11日の朝と書きたいなといつも考えています。世界中でいろいろな悲しみを抱えた方がいらっしゃると思うんですけれども、ある日突然何かが起こって別れが来て、その日前の日まさかそうなるとは思わなかったその前の日のことを思います。私にとっての8月11日はとても普通の一日でした。父と、夏の暑い中お掃除をして庭掃除をしていました。本当に普通にかき氷を食べて当たり前に続くと思っていました。ただその日常というのは必ずしも続くものではないということを知りました。ただその分普通の毎日がどれだけ輝いていて、どれだけ尊くて、そこにある命がどれだけ奇跡にあふれたものかということを知ることができました。私も子を持つ母として、そして一人の人間として、命の素晴らしさをこれからも音楽を通して伝えていきたいと思います。それでは最後の曲となりました。あたりが暗くなると真っ暗になるんですけれども、見えなくなる分一番遠いものが見えてきます。辛い時も悲しい時も、もしかしたら見えないものが見えてくるかもしれません。今日ここにいらした全ての方、そして世界中の幸せ笑顔を祈って歌いたいと思います。見上げてごらん夜の星を。小さな星の小さな光が
花子さん、ありがとうございました。はい、それでは、プレコンサート大変、盛り上がりましたね。太鼓に三振、しっとりと歌で最後を締めてもらいました。それでは、メインステージの方を、始めるにあたり、司会を、木内みどりさんに、バトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんなにたくさんの方が来てくださってありがとうございます。